上海共同疎外こそは米英の飽くなき野望の象徴であり、また彼らの東亜侵略の基地でもありました。昨年の久しきにわたる中国民衆塗炭の苦しみも今は昔、6月30日南京において日華基本条約改定に基づき、上海共同疎開行政権改修に関する取り決めおよび了解事項の調印式が、日本側谷中華大使、中国側著民義外交部長との間に執り行われました。今回の上海共同疎開の撤収は、真に中国解放を念願とする帝国が大東亜建設の道義性と実効性を余すところなく表したものとして意義深いものがあります。太平洋にまたは灼熱のインド洋を舞台に所狭しと荒れ回る我が潜水艦の猛威は敵を全く沈黙せしめていますが、さらにその余裕を示して作戦の途時はるばるドイツを訪れ、帝国海軍のため盤上の気を吐きました。この騒挙に応えて米日潜水艦隊司令官らが出迎え、乗組員一同の輝かしき業績を心から称えたのであります。ドイツ海軍心づくしの歓迎会、同じ目的に固く結ばれた両国海軍の将兵は、その戦場をこそことにすれ相携えて米英完全屈服のその日まで、大西洋のはたまた西南太平洋の荒波を蹴って共に戦い抜かんことを誓い合ったのであります。去る6月21日、元帥の称号を賜った南方方面陸軍最高指揮官寺内大将は、前線においてご覧の通り元気で、作戦並びに軍政指導に奮闘せられております。将来、ジャオを背負って立つ訪日学生たちは、ジャカルタにおいて連日猛訓練を受けております。すでに第一陣は日本に到着しましたが、その後格のごとき優位な青年たちが続々と訓練所に入所しているのは頼もしき限りであります。公領公領我ら我らジャワ流日学徒隊はジャワ流日学徒隊は日本に求め道を日本に求め一つを練り大日本党のもと大日本党のもと大東亜建設に前進せんことを。6月27日マニラ市においてインド独立連盟首都支部大会が開催されました。東條首相今回の声明に感謝し、決起したインド人たちは独立完遂に邁進せんとの誓いを新たにしました。
新しいアジアに目覚めた大国に再び巡り来たる革命記念日、6月24日の首都バンコク憲法記念塔前広場を李文首相の閲兵を受けつつ堂々行進するタイの和光堂。大国青年運動の先駆け、岩チョン、岩谷の隊列が行く。盛んなるかな、新興大国。バンコック国庫貯蓄銀行、アジアの盟主日本とともに完全米英撃滅の聖戦に参加した大国国民も戦費調達に一役買って貯蓄報告。ロッタリーと呼ばれる富くじも海外しい女管理の手によって飛ぶように売れていきます。ここにも戦時下大国の横顔が見られます。芸術の国大国は血戦家といえども優れた自国の芸術保護には着々の余裕を示しています。ここ芸術局直営の女学校では裏若いタイの乙女らが音楽の基本修練に余念もありません。こちらの教室ではタイの古典詩の朗読のお稽古が始まっています。名で知られている古典舞踊、この南国の調べに乗った類いなき魅惑的な踊りもこのような厳格な基本訓練を必要とします。香り高きアジアの芸術文化もまた大東亜建設に欠くことのできぬものでありましょう。Thank you.